皆さんこんにちは。今回お話しする貝塚いぶきは50年以上前から住宅の生垣材料などによく使われてきた木です。木の性質上大きさをそのまま維持することができず、どうしても年々大きくならざるを得ません。古くて大きくなりすぎた貝塚いぶきを持て余している方々のためにこの動画を作ることにしました。今回ご紹介するこちらのお宅は私が30年以上出入りしているところですけれども、もちろん手入れのたびになるべく小さくするよう努めてきましたけれども、それでもやはり大きさを維持することはできません。植えた当初の木でしたら幹から出ている枝に葉っぱがついていますから、任意の部分で切ることができます。切ったところから新しい芽が出ます。そしてまた枝先を切れば新しい芽が出ます。これを毎年繰り返していくわけですけれども、葉っぱがついているギリギリのところまでは切ることができます。しかしその間には以前葉っぱがついていた部分が葉っぱがなくなり枝になっていきます。枝になってしまった部分から新しい芽が吹くことは少なくて、剪定するのはいつも枝先の方です。葉っぱがついている部分が年々幹から遠ざかっていくということです。年数が経てば枝は太くなり輪郭も大きくなっていきます。大きくなりすぎたからといって枝を葉っぱのないところで切るわけにはいきません。こんな切り方をしたらこの枝は枝元まで枯れてしまいます。こんな切り方をしたらここまで枯れてしまいます。このような切り方を街中で見かけることがありますが、無謀です。葉っぱのないところで切られた枝先から新芽が吹くことはありません。それにこんな強い切り方をしたら、杉っ葉だらけになってしまいます。こんな風にしてしまうのなら、いっそ根元で伐採するか、伐根して新しい木に植え替えるか、竹垣やフェンスなどに変えるなど方法を考えた方が良いと思います。こんな風に枝の途中から新芽が吹いてくれればそこまで切り戻せば良いのですが、このようなチャンスはほとんどありません。植える時に将来を予想するのは難しいのですが、輪郭は必ず越境します。この問題をどう解決するかということなのですが、なかなかいい方法がありません。越境してきたからといって、葉っぱのないところで枝を切るわけにはいきません。境界ラインで切ったら、この枝は幹のところまで全部枯れます。そうなると、この境界線の反対側、内側に向いている枝を利用するしかありません。すなわち故意に内向枝というか越境枝を作り出して、それで補っていくしかないのです。実際の映像で見てみましょう。幹から出た枝が U ターンして逆側に出てきています。このように故意に作った逆さ枝もそのまま放置すればまた境界を出ていきますので、きちんと枝先を剪定しなければなりません。画面の右側が境界線側で、枝がだいぶ越境してしまいましたので、数年前に幹元のところまで枝を払ってしまっています。庭側に出た枝を再び境界線側に U ターンさせて、そこに枝を作っています。こちらの枝も同じような作り方です。だいぶ無理がある方法だとは思いますが、右側の失った枝を補うにはこうするしかありません。境界側の枝をここで切ってもどっちみちここまで枯れてしまうのですから、元のところで切るのと同じことです。このような切り方になってしまうのは
仕方がないことです。この状態から何とか木らしくするには、このようにして反対側に枝を作っていくしかありません。次に頭を低く下げる方法ですけれども、これはもう幹をここでズドンと切るしかありません。当然頭の部分は空っぽになってしまいますけれども、まあこの木を常に真上から見てるのはカラスぐらいなもんですから、木のてっぺんに穴が開いていたとしても道路からの目線でそのように見えなければ良いのです。これは一番最近の剪定後の様子です。この部分は先ほどの境界側の枝を失っている部分です。木の頭に穴が開いている違和感を感じるでしょうか。実は木のてっぺんはこのようになっているのです。このお宅では松の木も頭がありません。管理費の負担を軽減するためにやむを得ず数年前に頭を飛ばしました。それでも見る角度によってはそんなに無残という感じではないと思います。もちろんこのように立派だった松の木を幹の途中でぶった切るわけですから尋常ではありません。それでも幹をどの段で切るか考えたり枝ぶりを配慮したりすればそれなりに見えると思います。ちょっと脱線しましたが貝塚に戻ります。2015年にこのように仕上げた木をその翌年1メートルぐらい高さを下げました。お客様の希望でこれをこのようにしました。ご近所に貝塚いぶきをきれいに刈り込んでいるお宅がありましたけれども、成形された木ですとこのように頭をズドンと落とすわけにはいきません。もちろんこのような作業は喜んでできるようなことではありませんが、貝塚いぶきだから仕方がないという部分はあります。ここから先は今年の1月の剪定の様子をご覧いただきます。杉っ葉が出ないことを願いながらなるべく中の方で切り戻していきます。必ず葉っぱのあるところで切ります。積もっている枯葉もよく払い落としながら切っていきます。
Thank you.
お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、結構攻めているようですけれども、杉っ葉がほとんど出ていないと思います。木が起こり出すギリギリのところを攻めているからです。これが腕なんだなぁなんつって。ご視聴ありがとうございました。